アニメウマ娘3期で登場を期待しているウマ娘に対するみんなの反応。挟まれシュバルちゃん可愛い。今日放送とか信じられない、楽しみすぎる。早くしてくれ、もう待てないよ。ビールでも飲んでリラックスしな、ウマ娘の面倒はしっかり見ててやるよ。気に入った、お前の退社は最後にしてやる。ダメよ、24時にウマ娘3期の放送があるの付き合えないわ。お前は最後に返してやると言ったな、あれは嘘だ、泊まり込み作業。リアルタイムで見れなそうだから D アニメストアを契約するか迷い中。アベマなら無料じゃなかったっけ？ニコ動でも配信予定みたいなので、もしかしたら1週間無料かもしれない。予告見た限り1話からストーリーがっつり進めていくんかな？伝説の宝塚記念に触れるかどうか。キービジュにゴルシールシありそうな気はするけど、キタちゃんが凹んでるだろう時期だからな。ね、シュバルちゃん。平和なシュバルちゃんの村にキタさんブラックの群れが。シュバルちゃんのピースいつもへにゃってて可愛い。アニメ版はキリッとしてんのかと思ってたシュバルちゃんから早くも縁の気配が。今更だけどクラちゃんの勝負服ってかなり H じゃない？サイゲは脇フェチ。なんか右の子完全に面白枠なんですが大丈夫ですかね？実際なかなかないタイプの成績をしてる面白い子だし。もうすぐアニメだけどバーバの晩年ってキタちゃんと被ってるから出番あるかもしれないとちょっと期待してる。出てきたら祭りになるのはわかる。祭りですまねえ。一応世代的には、中山や冗談の頃か。リッキーとキタちゃんに幼馴染設定があるからそこのつながりで日常シーンでダート3人娘出てくる可能性はある。ダートメインのアニメや漫画が読んでみたいけど考えたらもうちょっとダートのメンバーが欲しいとも思った。バーバのレースまでやってくれたら昇天しそう。ポリポリさんがアニメになっちまうな。テレビ漫画に出るんじゃよ。バーバがアニメに出てくるという字つながりでタコ笛が馬娘する可能性も出てくる。アニメで動くバーバは見れるものなら見てみたい。今までで一番たくさんの馬娘が登場するって言われてるし、ダート組も出番ありそう。キタス行きたい。負けて曇ったキタちゃんをスイープが励ます展開が見たい。もしブラメンテが出るならスイープとの子供がいるからブラスイも見れそう。食堂とか探せばいろんな馬娘がいそうで楽しみ。前回みたいにセリフなしでも背景には結構いるはず。リッキーとタルマエでないかな、あと正直ファルコに期待している。リッキーはキタさんと幼馴染設定だし出るんじゃないかと予想してる。リッキーに乗っ取られる福キタルの占いや、キタさんが引退レース有馬記念で勝った数日後にリッキーが引退レース東京大賞典で勝つんよね。バーバ好き、ポタポタ焼き作ってほしい。背景に怒涛に度疲れてるイケメントレーナーがいそう。尊敬、リスペクト。アニメ2期終了後追加組は例の名札だけでもいいから通りすがってほしいなぁ。スイーピースイーピースイーピー、2期のバクちゃん程度の扱いでいいので。闘魂注入がついにアニメ化するのか。センシティブ判定食らっちゃうだろ。顎が長くてパンツ一丁で首に赤いタオルかけてるトレーナーが浮かんだ。うまぴょい伝説を歌うとうっかり123だー、になってしまう顎長トレーナー。インタビュアーに今日の担当馬娘の勝敗はどうでしょうと言われ、出る前に負けること考えるバカがいるかよと肩叩きして一周しそう。一期の現役騎手、トプロの元プロ野球選手中日の背番号34、3期の今回もこういう人が出てほしいなぁ。一期と同じ人でもいいし、元横浜の背番号22でもいい。シュバルのお父さんかトレーナーの役だと予想。ダイヤちゃんのレースで出てくる解説楽しめる。2期までと違って、ゲーム内でキャラ設定が固まった娘が多いから、出せる娘は増えるだろうね。ただ、書くのはかなり大変そう。1周年の北里アニメにちらっと出てた理事長に期待してる。バーバ一番好きだからアニメで動いてる姿見てみたい。北ちゃんの演歌つながりで、RTTT で出番の少なかった怒涛とシングレ組でアニメに縁がなかった千代ちゃんが来てくれるととても嬉しい。ネームドでなくていいし偽名でもいい、過去にそういう馬娘がいたという回想だけでもいい。ダイヤちゃんの走りを見ながら仲良くバナナを食べているデムーロとネオもセットでよろしく。
タちゃんに見たことあるが名前のわからない謎の飴をくれるキャラで出番あるぞ。正直誰が出てもテンション上がるわ、学園関係者でもええぞ。主人公と距離適性が違うタンマイラーは、北さんと世代離れてても何かしらで役割あると思う。桜爆心王が筆頭でしょうな。いろいろあるけど、北ちゃんのじいじ本人が出てきたら一番やべえな。ノリのいいお方なので、もうちょい若い頃の健康な時なら可能性はあったかもしれん。今は車椅子で押してもらってなんとか移動できるレベルなので。亀尾出演ならぬ今波出演でなんとか。お父さん役でサブちゃんっぽいキャラ出してくれれば満足。ゴルシの引退が描かれそうだから同期のたる前にワンちゃん。小栗世代がセリフなしでもちょくちょく映り込みしてるから同じ年代の千代あるやへのもちら映りだけでもいいから出演してほしいなぁ。チラ見せからのそのキャラたちの動きに実は意味があったとか好きだわ。ウィンディとか川上とかマベチンとかアニメ媒体まだ未出演な子も結構多いからな。出演枠の争いは厳しい。RTTT のオペオグリみたいな史実を絡めつつアニメならではの組み合わせも見たい。つまりオグリオペに後押しされる北ちゃんが見たい。菊花賞追加登録つながりで菱ミラクルも候補かな。マジでミッキーロケット出ないかなぁ。確か里のダイヤモンドと同世代だよな。レース会の合間に文化祭とか挟んでくるだろうからその時に多数の馬娘が亀を出演しそう。新規云々はともかくアニメ未登場組が多数出るのは確定だろうから楽しみだ。一般通過ジャスタウェイ希望。ウォッカ、スカーレット、スペ、ジャスタウェイ、やっておしまい、みたいなシーンで出てきたら笑うわ。凱旋門の時みたいに他人のふりしてそう。2期の学校見学の背景でスイーピーが登場してて北ちゃんはまだ小学生、年の差が燃えるよね。ところで1期の待機、2期の棒のポジでプールに飛び込むのは誰だと思う？俺はリコちゃんだと思う。突き落とされる必死ミラクル、と思ったが、北ちゃんとあまりつながりはないか。飛び込むと見せかけて水面を走るビクトリークラブとか。今回は主人公が大きいから自ら飛び込むかもしれない。馬娘かどうかは別として理事長に出てほしい。ライハロさん小声。北さんと関わりないけどダイヤちゃん、アースと走ったことあるお重来てほしい。そういやスイッチのあれのタイトルロゴの馬娘がお重なんじゃないかという話はあったな。3期に出てくる子もプレイアブルになるといいなぁ。逆算してもキャラクター原案にはそれぞれ間に合いそう。2期は北里のチビコンビだったから今度はアイコンタクトパンサイクイノのチビ軍団とか。アニメのダート組は基本うららしか出番ないから色々見たいね。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。